アリシヒノタイガー紹介地球ゴマとは、ジャイロ効果の原理を応用した化学玩具。2015年に廃業した株式会社タイガー紹介の主力製品だった。地球ゴマの動きゴマの原理である円盤が高速で回転運動を行っている間は外部から力が加わらない限り回転軸の向きが常に一定不変に保たれる。回転軸に一旦外力を加えると、 その加えた力とは直角の方向へ回転軸が移動する。という二つの特性はジャイロ効果と呼ばれる。通常のコマは全体が回転しているため回転を止めずに本体に触ることが難しい。だが地球コマは回転する円盤部分と軸が分かれているため軸を傾けたり綱渡りをさせたりなどが容易にできるようになっている。なお、 地球ゴマの重力下で支えられている時の運動は地球の再差運動によく似ている。地球ゴマは重力により軸を倒す向きに力を受けている。一方、地球の再差運動は地球が回転楕円体であるために軸を横動面に垂直にしようとする向きに力を受けているために起こる。ジャイロスコープやそれを応用した船舶や航空機のオートパイロット、 船舶や航空機の横揺れを防ぐジャイロスタビライザーの仕組みなどわかりやすく説明できるため、全国の大学、高等専門学校、科学クラブなどで実験教材としても活用されてきた。地球ゴマは一般のコマとは異なり、回転軸と円盤の周囲を保護枠で覆っている。すべて金属製であり、2015年廃業時には大きさ別に、 特大サイズナンバー A 外枠計メートル対象年齢十二歳以上販売価格二千円大サイズナンバー B 外枠計メートル対象年齢九歳以上販売価格千六百円中サイズナンバー C 外枠計メートル対象年齢九歳以上販売価格千二百円小サイズナンバー D 外枠計メートル対象年齢六歳以上 販売価格1100円特小サイズナンバー E、外枠計 36mm、対象年齢6歳以上、販売価格900円とこサイズ販売されていた。1921年から発売された。1927年にはアメリカへ、ついで東南アジアやヨーロッパへ輸出され、戦後 GHQ 統治下では p x での販売や、 輸出が許可されるなど、世界的にその名が知られるところとなった。日本国内では1960年代から1970年代にかけてが最盛期で、露天商による縁日、み店での実演、テレビ CM や雑誌広告などの媒体を通じて全国へ反響が広がっていき、一躍ブレイクした。その人気にあやかろうと、宇宙誤魔、太陽誤魔、衛星誤魔、 サーカスごまといった模造品や後発品が当時数多く出回ったものの消えていき、地球ごまだけは残ってきた。経営者や職人の高齢化及び後継者の不在などから2015年4月、やむなく地球ごまの生産を終了し、タイガー商会も廃業することが2015年2月6日付の中日新聞、同2月17日付の日本経済新聞、 同2月22日付の読売新聞、同3月2日付の東京新聞、同3月3日付の中央日報、同3月17日付の朝日新聞、同5月25日付の産経新聞、同6月12日付の毎日新聞など、各メディアで報じられた。その後、タイガー商会の元地球ゴマ職人が会社を起こし、地球ゴマを超える。 新しい科学玩具の開発に取り組んでいると2016年3月22日付の読売新聞の記事が報じ、地球ゴマよりもデラックスな地球ジャイロ完成へとこぎつけた。心房上部の軸穴に紐の一端を少し出る程度に通し、心房下部を指で回しながらその軸の中心に向けて紐をしっかりと固く巻きつけていく。固く巻きつけることが高速で回転するようとなる。 そして保護枠を片手で支えて持ち、もう片方の手で紐を素早く引っ張ると円盤が高速で回転し始める。円盤の回転は早ければ早いほど長い間バランスよく安定し、この状態になるとジャイロ効果によって回転軸の向きを一定に保とうとする力が働くため以下のような動きが可能になる。ただし玩具とはいえ精密さが命なので取り扱いには慎重を要する。 不用意に落として衝撃を与えたり、紐を斜めに傾けて力づくで引っ張ったり、辛抱の軸先に紐を絡ませたり、保護枠を握り曲げ変形させたりすると、精度やバランスに影響を与え性能をうまく発揮しない。紐がほぐれてきたら、そのほぐれたうちの一本を軸穴に通すか、透明接着剤で束を固めてやることで対処できる。 もし紐が切れてしまった場合には、軸穴に入る太さのタコ糸で代用すればよい。綱渡りは付属の紐でなしに、ワイヤーが望ましく、1万1の落下防止のため、衝撃を緩和するクッションを下に置くなどして、万全を期したい。時々両ネジの軸受け内にスピンドルオイルを挿してやれば、回転がスムーズに潤滑して、錆びつきや異音の解消になる。 それでもイオンが出続けるなど不調な時は、まずはを振って軸先が中心に来るよう移動させ、その状態で軸先に隙間があるようなら両端のネジどちらかをほんのわずか締め上げて微調整することで解決することもある。ありがとうございます。